久保さん。久保さん。久保さん。いや、今すごいですね。なんか、ドラえもんみたいなことができるんですね。えー。まあ、ぶっちゃけ、僕の、僕に追いついて、時代は僕に追いついてきたかなっていう感じで、まあ、僕、中学校の時にですね、英会話をね、英語、英語っすかね、もう、諦めたんですよ。 中一の時点で英語を習った瞬間諦めるっていうね。なんでかっていうと、まあ、そもそもグローバルーの、グローバル化さがされてる会社に就職したいと思ってなかったし、日本好きやし、日本人、日本語もよく分かってないのに、日本語でええやんと。もはや外人が日本語を勉強しろよみたいなね <laughs>。 だから戦争でもし日本がアメリカに勝ってたら、アメリカが日本語を覚えてたかもしれないですよね。まあ、まあ、しょうがないですけど。僕思うんですけど、あの、もう多分ね、あと10年後なんかは、まあ、デバイス出てくると思うんですよ。今も出てると思うんですけど。まあ、正直もう本当いらないですよね。多分本当にもう、かなりの、 だ昔、その Bluetooth みたいな企画が出た時も、ちょっとラグがあったりとかしたわけですよ。で、今、Bluetooth の企画が5.0とか6.0とかまで行ってるわけで、これね、ほとんどラグないんですよね。その、だから、結局、その、ラグとかも、それもどんどんなくなってくるし、すべてにおいて。だから、その、同時通訳も、もう、もう、一瞬で変換して、一瞬で言語化して、一瞬で、その、なんだね、シリかなんかが喋ってくれるみたいな。だから、が勝手に喋ってくれるみたいな。 うん、だから iPhone 持ってれば、ここに置いとけば、勝手になんか通訳してくれたりとかね、もしくはなんか相手の iPhone と、相手の iPhone が英語だったら、そのなんか、それとリンクさせて、なんかその、なんか会話ができるみたいな。だイヤーアップルイヤホンで向こうがね、iPhone、こっちも iPhone、でも iPhone の,所有あのに日本、向こうは海外ってなった時に、それで勝手に、 なるみたいなとかね。わかんないですけど。まあ多分そういうふうになってくると思いますよ。だ普通に喋っても、もうリアルタイムで向こうに変換されて多分話されるみたいな。まあ本当にそうなると思います。てか、なりますよね。つまり、もう何も勉強しなくてもいけるっていう <laughs>。テクノロジーがカバーしてくれるっていうね <laughs>。いや、これありがたいですね。うん。だからまあ、今もね、家電量販店行くと同時通訳の機械とかめちゃめちゃ売ってるんで、<laughs> まあそのうちもうすごいことになるでしょうね。なんか言葉の言語の壁っていうのはもうなくなるんじゃないですかね。うん。まあ、あとはまあ、あのー、なんかもうマイクロチップとか入れ始めたら人間自体にね。も、ま、う、あ、なんかもう本当にその言葉すらいらなくなるみたいな。無線で、その無線の電波でね、あの、やり合うみたいなね。もはや。<laughs> そう。テレパシーができるっていうね。で、テレパシーが本当に実現化で,できるっていうね。 実用化になるっていうね。そういう時代になってくると思いますからね。ま,あ、まとめると、まとめるとなんやらなうーん。まあだから時代はめちゃめちゃ変化してるんだけども、じゃあそれを使いこなせるかどうかなんですよね。使うかどうかっていう。だからそれを使わなければ一生使えないだろうし、YouTube っていうのは出てきても10年以上もいるわけじゃないですか。だけど未だに使わないみたいな。 でここもまあ昔は認知なかったけど、今もう誰もかしこもやってて、それでもやらない、使わない。使わなければ何も使えないということですね。時代がどれだけすごいものができたとしても、それを使わなければ。久保さんもね、最初、クロームブックですかね、吉田さん、これ2万円で買ったんですよと。2万円のクロームブックで十分ですよみたいに言ってたんですけど、今はね、ゲーム PC みたいな70万か80万のなんか出るの買ってましたけど、うん。<laughs> 最初は久保さんもね、 グーグルクローム、タイトルあれでし g l グーグルクロームブックで起業する方法にしましょうか。グーグルのクロームブックで起業する方法にしましょう。グーグルクロームブックで起業する方法。まあ、久保さん、ここからですからね。ここから。 まあ、覚えてますね。2万、2万円、二万円といとこ、2万円の Google Chromebook で起業する。<laughs> 久保さん高校からですもんね。どっかで、なんか中古かなんかで買ったとか言ってましたけど。吉谷さん、これで十分っすよ、みたいなね。<laughs> 全然今十分じゃないっていうね <laughs> う。まあまあまあ、使どんどん使いこなしていけば、あ収入も増えるし、収入が増えたら、また、 それで買って、またそれを使いこなして、結局、使い倒したものが人生を使い倒せるってことですね、言ってらっしゃい。